こんにちは、真田孝明です。今日はですね、世界遺産カタリーナ音楽堂シュラの美学、わずかな時間についてお話しします。サラリーマンなら時間がありません、仕事が忙しくて時間がありません、こうおっしゃられる方は多いですけれども、この癖が出てしまう限りですね、いつまで経ってもシュラの領域の住人には会えないかもしれません。実は最も重要な時間はほんのわずかな時間なんです。サラリーマンでも経営者でもこの短い時間をものにできるかどうかですね、生活や仕事、収入の質が変わってきてしまいますね。忙しい、暇がないと言っている人ほど小さな時間を無駄にしています。独立起業して時間ができたらやろう、大学を時間ができたらやろう、そうおっしゃる方々も多いんですけども、彼らが独立起業したところでリタイアしたところで結局何もやれない場合が多いです。シュラに共通しているんですが、細切れ的な時間の価値を知っています。わずかな時間を積み上げて仕事をやり上げて、大切な何かを無駄にしていくんですね。時間を作りたいという場合はですね、わずかな時間に目をつけることです。わずかな時間を積み上げているうちにですね、時間の質が変わってきます。継続していくとやがて小さな時間が大きく見えるようになります。細切れ時間がですね、まとまった充実した時間へと転換していくわけですね。わずかな10分、普通の人の30分にも1時間以上に相当するようになるんです。シュラの領域で生き残り続ける方々に共通していることなんですね。